こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の冬服色選びの教科書というテーマで動画をお届けしたいなと思っています。まあ実はですね、このテーマは以前にも一度やったことがあるんですね。まあベーシックな大人の色使いについてお話をした動画があるんですが、これがですね、結構いろんな方から評判が良くてですね、すごく参考になったという声も多くて、そしてその冬バージョンも作ってもらいたいというですね、コメントがちょこちょことあったので、まあ今回は改めて大人の色選びの教科書冬服編ということでお届けをしたいなと思っています。まあ色選びって結構難しい印象があるかなと思います。まあ僕自身も色選びってやっぱり難しいなとか、深さのあるテーマだなと思うんですが、もちろんですね、ファッションにおいてもう90点とか100点とか、自分のオリジナリティあふれるですね、素敵な装いをするためにはすごく深くて、考えなくちゃいけない項目はたくさんあるかなと思うんですが、まあ一般的にですね、ある程度素敵に見せるためであれば、色選びの方法というのも一定の法則性がありますし、ここを抑えるだけでもあるところまではですね、80点弱ぐらいまではですね、目指せるかなと思うので、まあ今回はそのような基本的なですね、冬服における色選びの考え方について皆さんにお伝えをしていきたいなと思っています。まあそもそもですね、なぜ僕たちは色選びが難しいと感じるのかというと、色ってめちゃくちゃたくさんの選択肢があるからだと思うんですね。世の中には本当にたくさんのカラーバリエーションがあるんですが、その中でもファッションでよく使われる色というのはある程度限られてくるんですね。そしてさらにはメンズファッションでよく使われるカラーとなると、さらにギュッとですね、絞り込むことができるんですね。あまりに多い選択肢の中から自分に合うものをですね、探すのはなかなか難しいですが、ある程度メンズにおけるベーシックな色選びというですね、限られた中で選ぶとなると、実はそこまで難しくないんですね。ですので、まず皆さんに一番最初にお伝えしたいことは、メンズファッションの中でよく使われるカラーとは何なのか、ここから始めたいなと思います。これは前回の動画でもお伝えしてるんですが、まずはブラック、ホワイト、グレーのモノトーンですね。これに加えてブルー系ですね。このあたりの4色が僕はメンズファッションにおける一番重要度の高いカラーだなと思っています。正直この4色だけでもある程度の着こなしって再現できてしまうと思うんですね。そして僕のクローゼットを開けてもですね、まあいろんな服が並んでいるんですが、大体ですね、この4色が多いわけなんですね。まあ、僕の中ではこのあたりはベーシックカラーという位置づけなんですが、これらの色だけでも様々なコーディネートを組むことができるかなと思います。そしてこの4色に加えて、続いて重要度が高い色合いとして僕が考えているのが、ベージュとオリーブというカラーなんですね。まあ、このあたりというのは、ベーシックカラーに比べると、使う方はある程度限定的になります。例えば、ベージュのチノパンっていうと、結構いろんな方が着てるかなと思うんですが、まあ、ベージュのコートだとか、そういったアウター系になってくると、ちょっとハードルの高さを感じたりだとか、まあ、ベーシックな色よりは、ちょっと選ばれづらい色かなとは思うんですね。ですが、そういった色が使えると、すごくおしゃれに見えたりします。そして、オリーブですね。まあ、このカラーというのは、ミリタリーだとか、そういったもののですね、象徴的なカラーかなと思うんですが、男臭いんだけども、こういったものが加わることで、着こなしにちょっとこう、クロート感みたいなところが漂うので、まあ、ベーシックカラーほどは重要度は高くはないんですが、やっぱりあると便利だよねというカラーの一つかなと思います。僕もこのベージュだとか、オリーブ系のカラーはすごく好きで、まあ、ベーシックな着こなしの中にうまくミックスしながら使うことがあったりするので、まあ、すごく重要度が高い色かなと思っています。まあ、他にもですね、カラーいろいろありますが、まずはこの6色を意識しながら皆さんも色選びをしていただくといいかなと思うんですね。続いて冬服というところにですね、限定しながら皆さんにお話をしていきたいなと思ってるんですが、冬服といっても様々なアイテムがありますよね。アウターがあって、トップスがあって、ボトムスがある。まあ、ざっくり言うとこんな感じですね。まあ、それに加えて靴だとかバッグみたいな小物も入ってきますが、まあ、このようないろんなアイテムのジャンルがありますけども、僕は冬服のコーディネートを考えるときに、まずはどのアイテムから決定するのかというと、この中で言うとですね、アウターから一番最初に決めるんですね。これなぜかというと、冬服の中で最も目立つアイテムというのが冬服だからなんですね。一番外側にあって、しかも上半身に来るアイテムなので、人の視線に触れやすいですし、それだけ目立つアイテムなので、そこから決めるというのが僕の中での一つのルールとしてはあります。まあ、皆さんもこれを考えてもらうと、すごく服選びが楽になってくるかなと思うんですが、まずはアウターから考えていきましょう。まあ、アウターというところを考えると、
カラーバリエーション、やっぱりですね、限られているんですね。例えば、赤いアウターとか、ゴールドのアウターとか、なくはないけども、あんまりベーシックじゃないし、着てる方は多くないですよね。やっぱアウターといったら、コートだとか、ダウンだとかを想像するかなと思うんですが、ブラックだとか、ネイビーだとか、グレー、この3色ですね。ここがもう基本中の基本なんですね。例えば、ブラック系のコートだとか、ネイビーのコートだとか、あとはダークグレーのダウンだとか、こんな形でアウターに関してはある程度濃い色のものを選ぶことが圧倒的に多いかなと思います。それは単価自体も高いですし、一番外側に来るアイテムで、そんなにたくさんのバリエーションを持たないという方も多いかなと思うので、そうなると鉄板のカラーを選ぶ方が多いかなと思います。まあ、このような濃い色ですね。もしくは、ベージュのコートだとか、あとはオリーブのアウターだとか、このあたりもちょっと変化球で取り入れる方もいるのかなと思います。まあ、先日ご紹介したユニクロのですね、ハイブリッドダウンパーカー、僕はオリーブですね。まあ、ダークグリーンという表記なんですが、まあ、ほぼオリーブとダークグリーン同じような分類でいいんじゃないのかなと思います。まあ、こういったものだとか、あとはですね、グリーンレベルさんと僕がコラボレーションで作っているカバーオールですね。これはですね、ベージュよりももう少しグレイッシュな雰囲気になりますが、モカというカラーを作っていまして、このあたりは結構冬のアウターとしても使われるかなと思います。まあ、言ってしまえばこのあたりまでなんですよね。まあ、これぐらい限定してアウターの色を考えてみると、すごく色合わせはしやすいのかなと思います。まずアウターを考えというところが第一なんですが、まあ、アウターの中でも2つ分けましょうか。ベーシックカラーのネイビー、ブラック、ダークグレーのような濃い色。そして、ベージュだとかオリーブのような、ちょっとアースカラーみたいなもの。これらで、ちょっとこう、色合わせの仕方って変わってくるので、まあ、それぞれ解説をしていきたいなと思います。で、アウターを決めたら、その次に決めるアイテムとして、僕が考えているのは、ボトムスなんですよ。このアウターに合うボトムスの色は何なのかなっていうふうに僕は決めるようにしてるんですね。まあ、例えば今回ですね、濃色ですね。ブラック、ネイビー、グレーみたいな、こういった濃い色に対して合ってくるボトムスのカラーっていうのは何なのかっていうところを考えると、もちろんですね、ブラックのパンツ合わなくはないんだけども、全身ブラックになってしまうのはちょっと重たいかなとは思うわけなんですね。なので、黒はあんまり個人的にはやらないです。まあ、これはこれで黒と見えするのでおしゃれな人はよくやるんですが、ちょっと色を変えた方が個人的にはいいかなと思います。ネイビーのアウターか、もしくはグレー系のアウターに対してブラックのパンツというのは相性がいいです。同じ濃い色なんだけども色が微妙に変わってくるというところではちゃんとセパレートできるので、まあ、相性がいいんじゃないのかなと思います。一方でじゃあブラックのアウターに対してはどんなボトムスが一番合いやすいのかって考えると、まあ、グレー系のボトムスっていうのがかなりハマりがいいんですね。ブラックとグレーというのはモノトーンなのでハマりがすごく良くなってくるというところで選択肢の一つかなと思います。あとネイビーに対してグレーのパンツというのも非常に相性がいいと思います。これよくですね、ジャケパンスタイルみたいなことでネイビーのブレザーにグレーのスラックスという色合わせがあるかなと思うんですが、まあ、それをですね引き継いだようなカラーリングなので割とこれも収まりがいいかなと思います。でグレーのアウターに対してグレーのパンツというところで、まあ、濃いチャコールグレーに対してミディアムグレーぐらいのボトムスであれば僕はハマりがいいかなと思うので、まあやっぱりですね、ボトムス、冬のボトムスとしてはグレー系も絶対にあった方がいいんですね。濃い色の時にグレー系のパンツのは非常に役立つアイテムかなと思います。もしくは上が濃いのでちょっとボトムスで明るさを出したいな、華やかさを出したいなという時に一本あると便利なのがホワイト系のパンツなんですね。オフホワイトだとかホワイト系のパンツを持ってくると冬場のですね、重苦しい色合いの中にパッと明るい雰囲気になるので、僕はホワイト系のパンツは冬服の中では結構欠かせないものなのかなと思っています。このような形でブラック、グレー、ホワイト3色あればすごく便利に使えるのかなと思います。そしてちょっとクロート感漂わせたいなという時に持っておくと便利なのがオリーブ系のパンツなんですね。いわゆるこう、カーゴパンツだとか、ベイカーパンツと呼ばれるようなものなんですが、こういったものと、ブラックのアウターだとか、ネイビーのアウターだとか、ダークグレーのアウター、全部相性がいいんですね。ホワイトのパンツも同じく全部相性がいいんですが、まあ、ちょっとこう、やぼったさを漂わせながらも、クロート感みたいなところも表現できるので、まあ、このような形でボトムスを決めていくといいかなと思います。まあ、オーソドックスにまとめるのであれば、グレーかブラックがいいかなと思いまして、華やかさの
のホワイトとクロート感のオリーブという形で、まあ、皆さんの目指したいイメージによってボトムスとアウターの組み合わせを考えるのが一番ベストなんじゃないのかなと思っています。はい、続いてトップスなんですね。ここでトップスに入っていきたいなと思うんですが、トップスの選び方としては、まあ、すごくですね、自由度が高いんですね。アウターとかボトムスに関しては、割とこうベーシックなカラーで抑えるというところが、まあ、セオリーになってくるかなと思うんですが、トップスに関しては、僕はですね、一番遊びが取り入れやすい部分だと思っているんですね。これなぜかというと、冬のトップスというのは、必ずですね、単品使いというよりは、その上にアウターを羽織るわけなんですね。そうなると、僕も今そうですが、この、真ん中の部分だけにですね、トップスが見える状態になるので、ここにちょっとですね、華やかなものを持ってきても、そこまで派手に見えすぎないんですね。そういった意味では、トップスはベーシックなものを持ってくるのもありなんですが、ちょっとアクセント的に持ってくると、おしゃれに見えたりだとか、人との違いが出しやすい項目になってくるかなと思います。じゃあトップスにはどんなものがあるのかというと、実は冬に着るトップスって、そんなにバリエーションないんですね。まあ、個人的に動画の中でよくお伝えしているのはですね、ニットですね。丸首のニット。これがですね、鉄板で使いやすいアイテムになってくるかなと思います。まあ、もしくはシャツみたいなものもありますよね。ただシャツに対してアウターだけだと冬じゃちょっと寒いかなと思うので、まあ、主にですね、ニット、セーターだとか、あとはスウェットみたいな選択肢もあるかなとは思うんですが、やはり大人の男性に似合いやすいのは、まあ、どちらかというとニットになってくるかなと思うので、まあ、このニットを中心にお話をしたいなと思います。で、ブラックだとかネイビー、オリーブのような濃色ですね。このあたりに合わせるですね、ニットに関しましては、まあ、ちょっと明るめのカラーですね。ライトグレーだとか、オフホワイトだとか、ライトベージュだとか、このあたりのカラーを入れてあげると、上半身がちょっと明るい感じになるので、個人的にはおすすめしたいのは、まず明るめのカラーのニットですね。まあ、このあたりは1色ないし2色持っておいても、僕は間違いがないかなと思っています。まあ、先ほどご紹介した濃色のアウター全部にこのあたりは合うので、間違いのない選択かなと思います。まあ、一方で、ブラックだとか、ネイビーグレーのですね、ニットを着て、さらにその上に濃い色のコートを着ると結構重たくなるんですね。 NG ではないんですけども、ちょっとこう重たくなるので、もしニットを濃い色にする場合はボトムスをホワイトだとかオフホワイトのようにちょっと明るいものを持ってくれば、よりバランスが取りやすいんじゃないのかなと思います。まあ、全身がですね、単一になって重たくなりすぎないようにバランスを取るということが結構冬のコーディネートとしては大事になってくるのかなと思います。そしてもう一つですね、アクセントカラーというですね、概念もお伝えしたいなと思っているんですね。先ほどベーシックカラーということもお話ししましたし、それに加えてベージュとかオリーブのような、まあ、ベーシックカラーに次ぐようなカラーもお伝えしました。まあ、それに加えてもう一つ覚えておくといいのが、アクセントカラーという表現かなと思っています。で、このアクセントカラーというのは、まあ、華やかなので着こなしに足すだけでパッとおしゃれ感が増したりだとか、新鮮な気分にさせてくれるようなカラーなんですね。まあ、具体的にどんなものがあるのかというと、メンズの着こなしにおいては僕はですね、ある程度限られてるかなと思ってまして、ロイヤルブルーですとか、あとは綺麗なグリーン系ですとか、さらにはパープルだとか、このあたりですね、オレンジだとかレッドみたいなカラーもあるんですが、やや強いのでちょっと難易度が上がるかなと思うんですね。メンズのアクセントカラーとして使いやすいのが、まさにこのあたりのロイヤルブルーだとか、綺麗なグリーン系だとか、パープル系なので、このあたりをニットに取り入れると結構おしゃれに見えるので、まあ、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思うんですね。これらのカラーだったらそこまで背伸びをすることなく気軽に取り入れることができるんですね。先日のグリーンレーベルさんとのコラボ動画の中でもご紹介したグリーン系のケーブル柄のニットだとか、あとはですね、公園の色鮮やかなニットだとか、このあたりを使っていただくとすごくバランスがいいかなと思うので、まあ、ニットに関してはちょっと明るめのホワイト、ライトグレー、ライトベージュぐらいのカラーか、もしくはアクセントカラーですね。このあたりを取り入れていただくと、だいぶ華やかな色合いになるというところを、ぜひ皆さんも覚えておいていただければなと思っています。一方で、今はですね、濃色のアウターについてお話をしたんですが、オリーブだとかベージュのようなアウターに対して、じゃあどのようなボトムスを合わせていくのか、トップ
ップスを合わせていくのかというところなんですが、これはある程度簡単です。ベージュとかオリーブという色自体が、まあ、いわゆるこうベーシックカラーに比べると少しエッジが立っているんですね。このアイテムをアウターに持ってくるだけで、着こなしの中にアクセントが作れている状態なんですね。で、ここも大事なことなんですが、着こなしの中にアクセント要素ってそんなにたくさん盛り込まない方が僕はいいと思ってるんですね。ごちゃごちゃしてしまうんですよ。アクセントカラーがたくさんあると本当にこう目がチカチカするし、なかなかですね使いこなすのが難しかったりするので、アクセント要素は1個か2個までに抑えておくのがいいかなと思うんですね。まあその点、オリーブだとかベージュみたいなカラー決して派手さはないんですけども、ブラック、ネイビー、グレーに比べるとアウターの色としては一つのアクセント的な役割も果たしてくれるので、それ以外のアイテムは結構地味にまとめても全然問題ないんですね。例えばボトムスに関しては本当にですね、オリーブとかベージュに対してはブラックでギュッと引き締めるのが一番バランスがいいんですね。というのもベージュとかオリーブみたいなカラーはアースカラーと呼ばれていて、まあ、ちょっと土っぽさだとかやぼったい部分もあるので、そういった部分をブラックのパンツでギュッと引き締めてしまうのが一番バランスがいいかなと思うんですね。ですのでボトムスはもう本当にブラックにする、もしくはホワイトのパンツで合わせるというのも一つの手だったりします。ベージュオリーブの持つような土っぽさをホワイトで清潔感をガツンと取り入れるのもいいかなと思うんですが、ややブラックに比べると難易度が高くなるので、ここら辺は中級者向けになってくるかなと思います。ここでアウターとボトムスが決まりましたよね。まあ、それに対してトップスのカラーなんですが、ここもアクセントカラーを持ってくるのも NG じゃないんですけども、ちょっとごちゃごちゃするかなと思うので、シンプルにまとめるのがいいと思います。例えばオリーブだとかベージュのアウターに対して内側をライトグレーだとかホワイトのニット、このあたりを入れるのが僕は鉄板だと思うんですね。まあ、このあたりのニットカラーというのはブラック、ネイビー、ダークグレーの時にも使いましたが、オリーブ、ベージュの時の方がさらにハマりがいいです。これなぜかというと、ホワイトだとかライトグレーみたいなカラーというのは清潔感があるようなクリーンな色合いなんですね。これとオリーブとベージュみたいなちょっとこうくすみ感のある色というのはうまく中和するような意味合いでバランスよくハマってくるんですね。なのでこのような明るめのトップス入れてボトムスをブラックでまとめる、以上ですね。これで間違いのないコーディネートが完成するので、ぜひ皆さんもオリーブ、ベージュを選ぶときにはブラックはホワイトをうまくミックスするというところを頭の片隅に置いていただくとすごく楽になってくるかなと思っています。はい、ということでここまで皆さん無事ついてきていただいていますでしょうか。まあ改めて整理をすると、まずはアウターから着こなしを決めていくというところですね。アウター決めたらそれに合わせるボトムスですね、ここを決めて、その後に内側に着るようなトップス、まあ主にニットみたいなもののカラーを決めるといいというところですね。ここさえ覚えておけばそこまでですね、秋冬の着こなし難しくないかなと思います。あと残すところは小物なんですよね。靴だとか、あとは冬に関してはこれ人によると思うんですけども、マフラーですね、こういったものもあったりします。このあたりまで話すとさらに膨大な時間になってしまうので、ある程度省略したいなと思うんですが、例えばマフラーというものの役割というのは僕の中ではアクセントという認識なんですね。なので着こなしの中でちょっとこう華やかさが足りないなとか色が寂しいなと思った時に、マフラーのカラーだとか柄で少しアクセントを足してあげるというのが正しい使い方の一つかなと思っています。一方で靴というのはですね、これだけでちょっと一本動画作れちゃうので、まあ、ざっくりとだけお伝えしたいなと思ってるんですが、まあ、あくまでボトムスとのつながりを見ながら決めていただくのがいいかなと思います。ブラックのパンツに対してブラックの靴を合わせるとですね、足長効果はあってすごくいいんだけども、スタイルとしてはちょっと退屈さを感じてしまうというデメリットがあるんですね。なのでブラックのパンツを合わせるときには個人的にはまあ、コントラストは強くなるんですが、ホワイト系のスニーカーを入れたりだとか、あとはグレー系のニューバランスのシューズを入れたりだとか、まあ、このあたりが相性がいいのかなと思っています。あとはグレー系のパンツであったら引き締める意味でのブラック系のスニーカーとかが相性がいいですし、ホワイト系のスニーカーが相性がいいです。じゃあホワイト系のパンツには何が一番相性がいいのかというと、グレー系のニューバランスが一番合うんですね。ホワイトのパンツというちょっとキザっぽく見えるようなボトムスに対してニューバランスが
バランスの持つようなちょっとやぼったいグレーというのがうまく中和できるんですね。なのでホワイトパンツにはグレーの靴というのが非常に相性がいいかなと思います。このようにこのボトムスにはこの靴のカラーが似合うみたいな形である程度法則性があるんですね。このあたりを覚えておくと全体のコーディネートとちょっと切り離しながらボトムスと靴だけを見ていけばある程度簡単にですね決めることができるので、まあ、そのあたりはまた別の動画でしっかりと解説をしていきたいなというふうに思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の冬服の色選びの教科書というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、今回もですねほぼ台本なしでそのまま話しているので、なるほどこういうふうに僕は考えてたんだなというところで頭の中を整理するような形でお話を展開してきました。まあ、結構ですね色というとすごいバリエーションがあるので何を選べばいいのか本当によくわからないという方もいらっしゃるかなと思うんですが、やっぱりこう基本的なカラーというところこれを押さえておくとすごくわかりやすいと思います。とにかく絞り込む、その中から組み合わせを考えというだけでだいぶシンプルにですね色選びというところが考えられるようになってくるかなと思うので、ぜひ皆さんもよかったら今後の着こなしの参考にしていただければなと思います。で、今回みたいな考え方が僕の普段の動画のコーディネートの中にも実はしっかりと込められているんですね。まあ、ほとんど無意識で僕の中ではやっているんですが、まあ、いろんなコーディネートを皆さんにご紹介することが多いと思います。その時にもぜひ見ていただきたいんですが、使ってる色自体はめちゃくちゃベーシックです。僕がよく使う色としてはブラック、ホワイト、グレー、ブルー系、このあたりがほとんどなんですね。グレーのジャケット着てますし、ブルー系ですね、インディゴブルーのシャツ着てます。ボトムスは今もブラックなので、まあ、このようなベーシックカラーだけでも十分ファッション楽しむことができるんですね。その上でベージュだとかオリーブが混ざったりだとかアクセントカラーまであればかなりですね色選びは遊べるかなと思うので、よかったら皆さんも楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかカバーできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、あとはちょっとツー向けの専門ブランドなんかはですね、僕はもう一つ運営してますこちら YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですねライブ配信も行っていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートを毎日皆さんにお届けをしています。僕も記事をほぼ毎日書いていますし、僕以外のスタイリストとか専門家も記事を書いてくれています。それだけではなくて参加している皆さんも記事が書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっています。気になる方はこちらもぜひ概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。